はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第1090回をやっていきたいと思います。今回は目標設定ということですね。何を目標に向かってマーケティングを行っていくのかということですね。環境分析して外部から、ね、今の時代に合う機会チャンスっていうのを見つけて、内部分析をして自分たちの会社の強みというのを発見する。そしたら外部の機会チャンスに対して内部の強みをぶつけていく、それが戦略の基本ですよね。で、今回はその目標設定ということで、じゃあ何を目標として、自分たちは、今からマーケティングを行っていくのかということですね。で、実は何を数値目標とするかっていうので結果が全然変わってくるということですね。で、しかもその数値目標に答えがないんですね。ありとあらゆる企業がこの数字を目標にやっていけばいいというのはありません。なので、その企業が自分たちはどの数字を達成するために今から販売促進マーケティングをやっていくのかというのを決めていくということですよね。で、その目標にする数字に対して、全然こうやることっていうのは変わってくるということですよね。もう全く経費をかけないでやった方がいいのか、それとも経費はいくらかかっても構わないから、やった方がいいのか、そういったことも全然変わってくるということですよね。一般的にはどういったものが目標とされることが多いかっていえば、例えば売上高目標ですよね。自分たちはこの商品サービスを、販売していくことによって、売上何百億何千億を、達成すると、その売上高っていうのを目標にする、これは非常に多い場合ですよね。もしくは利益ですね。売上ではなくて利益、実際その経費まで引いて残った利益としていくらを達成すると、そういう目標を立てるということですよね。売上目標だった場合は、売上を立てるためだったら、人物お金っていう経営資源をものすごく使ってもいいという考え方がありますけど、利益目標だった場合は、例えば売上額が少しこう小さくなったとしても、かける経費っていうのをすごく小さくすれば、利益目標を達成するということもできるかもしれないということですよね。もしくは利益率目標ですね。利益率目標ですよね。その売上高はもちろん大事なんだけど、どれぐらいが利益として残っているかと、その利益率を高くするという、効率の良い経営というのを目指すというのを、一つの目標にするという考え方もあります。売上高営業利益率ですね。売上高に対してどれだけの営業利益が上がっているかと、それとは資本利益率ですね。それは、この一つのプロジェクトに対してどれだけの資金を投入したらどれだけの利益が返ってきたかと、その資金効率ですよね。その投下された資金がどれぐらい効率よく、使われているかという、こう資本、利益率という考え方を目標にして、例えばうちの会社は資本利益率何パーセント以上というのを今回の、プロジェクト販売促進の目標にするという、そういう考え方もあるということですよね。もしくは市場占有率ということですね。例えば自分たちの、市場ですよね。自分たちの市場の中で、全需要の中で自社製品の、売上高が占める割合ということで、例えば、1位の会社が、例えばこの、市場の、例えば 23% を占めているとか、もしくは、2位の会社が、22% を占めていると。で、3位が、これが例えば我が社で、これが例えば我が社で、例えば 19% ですというようなことですよね。で、そしたら、市場占有率は 19% ということになるわけですけど、じゃあ今回の販売促進、プロモーション、マーケティングを実践することによって、市場1位の、市場占有率、例えば 23% を、超える。市場で1位が 23% ということであれば、例えば今回の販売促進によって、市場占有率 24% を達成して業界1位になりたい、そういった目標を立てるということもあるということですよね。もしくはイメージ目標ですね。イメージ目標、例えば企業の名声とか製品の好感度ですよね。表現を変えるならばブランド力を上げると、
ね、例えば100人の人に、ね、インタビューした時に、ね、自分の会社の名前を一体何人知ってるのかとか、ね、いうことですよね。例えば100人中100人が知っている、ね、ブランドっていうのもあったりしますよね。コカ・コーラとかね、そういったブランドもあったりしますけど、まあ、そうい こうブランド、企業の名声とかブランドを目標にする、もしくは製品ですね、この商品を、ね、みんなが知っている、いや100人中何人の人が知っているのか、もしくは100人中何人の人がその商品に対して良いイメージを持っているのか、逆に良いイメージを作っていくためにマーケティングを行っていくとかね、まあ、そうい こうイメージ目標っていうのを、ね、目標にする場合もあるということです。あとはまあ今回は書かなかったんですけれども、まあ、インターネットの、ね、業界で行くならば、もう単純に、ね、利用者数、もう自分たちの、ね、そのサービスを何人使ってもらうのかっていうその数だけで、もう売上とか利益とか利益率とか、そういういわゆるお金に関しての目標では全然なくて、ね、もう単純に利用者数、自分たちの、ね、サービスをもう何人の人に使ってもらう、100万人の人に使ってもらう、1000万人の人に使ってもらう、1億人に使ってもらうっていう、その利用者数っていうのを目標にやる、まあ、特にインターネットの業界っていうのはそういった、目標を立てる場合もありますよね。だからはっきり言って赤字なんだけど、自分たちの、ね、サービスを100万人使ってくれてる、1000万人使ってくれてる、1億人使ってくれてるっていうことで、とにかく利用者数を増やし続けると、ね、でその間ずっと赤字なんですけど、まあ、結局ねインターネットの世界にはね、インターネットの、ね、ネットワーク外部性っていうのが働くと、まあ、これは経営学講座で以前解説したことがありますけど、ある一定の利用者を超えると、もうそこからはですね爆発的に利用者が増えてくるんですよね。もう結局どのサービスを利用するって言った時も、多くの人が利用しているところを自分も利用すれば、まあ、すごく便利なんですよね。例えばソーシャルネットワークサービスで、ね、例えば Facebook なり LINE なり、まあね、全世界的には Facebook、まあ、日本に限定するならば LINE っていうのが非常に、ね、多くの人に利用されていますけど、ね、たくさんあるわけですよ。ソーシャルネットワークサービスも別に Facebook 以外にもたくさんあるし、ね、メッセージアプリに関しても、LINE 以外にもたくさんあるんですよね。 LINE 以外にもたくさんあるわけです、ね、しかし、ね、もうみんなが、ね、使っている1位のものを使った方がやっぱり便利なんですよね。例えば LINE 以外の別のアプリっていうのもあるわけですけど、ね、じゃあ自分は別のアプリを、ね、使って、他の人たちがみんな LINE を使ってるってなると、ね、じゃあこのアプリをダウンロードしてよとかっていうのがすごく大変なんですよね。みんなが使ってないアプリで自分だけがこう利用してもあんまりこう便利じゃないわけです。でそれからするとみんなが使ってるアプリを自分も、ね、ダウンロードして自分も LINE を使った方が、まあね、LINE で連絡が取れる相手が圧倒的に多いので便利なんですよね。だからある臨界点を超えると、もう1位のサービスに、ね、人がどんどん集まってきて、圧倒的1位が圧倒的1位になるっていうのが、まあ、インターネットの世界の特徴なので、もうだから逆にこの利用者数っていうこれを目標にして、もうここはどれだけ売上が上がらなかったとしても、ゼロだったとしても、資金的には赤字だったとしても、どんどん、ね、銀行からお金を借りたり、どんどん投資家からお金を入れてもらって、ね、とにかく早く臨界点を超えるまで、利用者数を増やすと、ね、もう売上目標も立てない、ね、利益目標も立てないと、ね、赤字で全然構わないと、ね、その代わりにたくさんの利用者数を集めるということで利用者数目標を立てるという場合もありますね。ね、インターネットの業界というのはこういった目標を立てる場合が多いです。いずれにしても何を数値目標にするかというので、その後やっていくことが全然変わってくるということですよね。売上目標だったら売上目標を達成するためにやることというのが出てくるし、利用者数というんだったら利用者数を、ね、達成するためにやるべきことというのが変わってくるということですよね。だからこれ全会社にとって、ね、この数値目標を、ね、達成した方がいいというね、全ての企業に共通する目標というのはなくて、あくまでも一社一社単位で自分たちはどういう目標に向かって今からマーケティングを行っていくのかということを決めていくということですよね。必ず一つは絶対決める必要があるわけです、ね、数値目標ゼロというんだったら、ね、それは結局そのマーケティングがうまくいったのかいかなかったのかというのもさっぱり分からない、ね、計測されなければ今後改善もされていかないわけですから、必ず数値目標一つを決める、自分たちはこの数字を絶対達成するということで、ね、数値目標一つ決める
1つ以上必ず決める必要はあるわけですけど、何を数値目標とするかということに関しては答えがない。それはもうその企業が、ね、自分たちで話し合って決めて、ね、自分たちは今回のマーケティングでこの数字を達成しますっていうのを決めて、そしてその後の市場の選定とか実際マーケティングの実行というのをやっていくということになるということですね。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。